皆さんこんにちは。キャマンベール日本語講座教室の時間がやってまいりました。今日はおフランスからスペシャルゲストローラン・ガルニエさんをお迎えして、正しい日本語を使っていろいろ日本の日常生活についてお話をしたいと思っております。では始めましょう。こんにちはローランさん、まず皆様に自己紹介をしてください。僕は変態兄ちゃんです。僕は渋谷のコカルが大好きです。ああそうかそうか、はははは、はい先生、はい先生、はいそうです。おおそうか、僕は六本木にいるボディコンの方が好きだね。へへ先生、ボディコンケツクセイ。おお、ダメだ、ノー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 、汚い言葉を使うのはいけないよロラン。はい、どうもすみません先生。ボディコンはね、ローラン、ボディコンシャスジャパニーズヨングディスコクイーンのことだよ。本当？嘘？すげ見てみたい。僕イケイケディスコミュージックが大好き。体がしびれるミュージックそう、キムチ。おい、ローラン、違うよ、キムチは韓国の食べ物だよ。はい先生、失礼しました。キムチ大好きです。音楽は気持ちです。日本語が上手になったな。ほう、日本語5回目なのに偉いものだな。へへ。はい先生、日本は超最高。おう、今回習ったことはあるかい。はい先生、いいですが、面白いジャパニーズジョークがあります。布団が布団だ。はっはっはっは。やるなお前、本当にヒューモアがあるな。はい先生、こんにちは、さよなら。さよなら。